かな町菊川市に妖精の国からやってきて市民になった菊の抱きつきたくなるマシュマロボディに履いているパンツにはご覧になれますか。いちごやメロン、トマトにブルーベリーなどの柄があります。これ全部菊川市で取れるものなんです。たくさんつけて PR しているせいでパンツが重いのかお尻がちょこっと見えちゃっているのもチャームポイントの一つです。かわいいお尻もぜひ見に来てくださいね。そして静岡といえばやっぱりお茶ということで、菊のお腹に急須、頭に湯飲みを乗せてお茶どころ菊川の PR を茶娘も私と共に頑張っています。静岡県菊川市は菊川市発祥の地と言われており、菊川さんのお茶は葉肉が厚く長時間の蒸しにも適し、まろやかな味と深い香りが特徴です。健康面においても菊川市煎茶は食物繊維などを多く取り込めるため、その健康パワーが注目を集め始めています。私たちのブースでは冷たい水出し煎茶でお待ちしております。ぜひ皆さんお立ち寄りください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてキクノンのブースのお茶私もいただいたんですけど、とっても美味しかったので、ぜひ皆さんあちらですね、モールポートの PR ブースキクノンのところにもぜひ来てください。さあ、それじゃあ、今回このステージではカラビー、そして活性化さん、キクノンをご紹介いたしました。じゃあちょっともう一度皆さん前に来てください。手をくれますか。じゃあ菊の真ん中で。あ、すごい可愛い。菊のとカラミンが並ぶってすごい可愛いですね。じゃあちょっと皆さんお写真たくさん撮っていってくださいね。 PR ブースの方ではですね、グッズやいろんな特産品などもございます。そしてこの後はですね、庭崎くんの大きいやとがめちゃんの PR ステージもありますよ。ちょっとお姉さん早く紹介してきちゃったせいでちょっと時間があるんだけど、どうしよう、なんか活性化はじゃんけんとかしますか、ね、どうですか、いいですか、じゃんけんとかしちゃってもいいですか。あ、ありがとうございます。じゃあ大根レッドをじゃあ代表して皆さん、じゃあ大根レッドとじゃんけん大会始めてもいいですか。じゃあ、最初はグーじゃんけんポンで、じゃあ勝った人は手を挙げてみてください。じゃあお友達のみんなもいいですか。最初はグーじゃんけんポン。はい、今レッドはグーを出しました。パーの方大勝利です。勝った人、はーい、わー、すごい、いっぱいいますね、拍手です。じゃあ次はブルーもいいですか。じゃあぜひ真ん中に来てください。真ん中に来てください。よし、じゃあお願いします。皆さん手を挙げていきましょう。最初はグーじゃんけんポン。お、パーを出しましたので、チョキの方大勝利です。勝った人、はーい、あ、すごい、前の方のお友達もたくさん、赤ちゃんの友達もありがとうございます。拍手。今日はね、強いお友達もたくさん来ているので、じゃあ最後はピンクお願いしますね。さあ、それではいきますよ、手を出してください。最初はグーじゃんけんポン。お、チョキかな、チョキです。じゃあグーの人大勝利です。勝った人、はーい、あ、すごいすごい、そっちの方のね、お友達すごい強いですね、拍手。よし、じゃあ続けてキクノンも、キクノンもいい、キクノンもじゃんけんしてくれる。よし、じゃあみんないきますよ。最初はグーじゃんけんポン。パーパーパーです。じゃあ直球出した人大勝利。どうですか、勝った人、はーい、あ、いますね、いますね、おめでとうございます、拍手。さあ、そして最後飾っていただきますのはカラミー。できる、いい、やってくれる、わ、ありがとう。よし、じゃあ皆さんもう何を出すかは決めていますか。それで最後です。それでは手を出していきましょう。最初はグー
すごいね、最後カラミーまでね、ちゃんと略してくれてありがとう。さあ、それでは改めまして、カラミー達成がまんきくなんでした。大きな拍手、ありがとうございます。じゃあゆっくりステージ降りてください。またね、また午後3時からですね、集合ステージもありますので、ぜひ会いに来てください。